今回は金蛇水神社の休憩どころを紹介します。神社の休憩どころとは思えないほどとても広く綺麗な場所でした。お土産どころにはたくさんのお土産がありました。お清めの塩スプレーは私の必須アイテムです。他にも石鹸などがありました。またすごく浄化されそうな飲み物もありました。店内から見える景色も最高でした。少し歩いてお腹が空いたので入り口のところにあったあれを食べることにしました。見ているだけでお金持ちになりそうです。なりてー。やましい気持ちを持たないために浄化されそうな飲み物で浄化していきましょう。ぜひ皆さんも行ってみてください。